十一月二十四日金曜日午後五時です今週を振り返り来週の注目イベントを先取りする日経ライブレビュープレビュー日本経済新聞の徳田です日経,ラン日経電子版のランアクセスランキング一位は今年世界で最も話題になった商品サービスの一つと言ってもいいでしょう生成 AI のチャット GPT を開発したアメリカのオープン AI のトップ解任劇です 騒動のスタートは現地時間十七日の金曜日午後零時過ぎ夜中でしたオープン AI がブログで突如共同創業者のサム・サムアルトマン CEO 最高経営責任者と同じく共同創業者のグレッグ・ブロックマン社長の解任を発表しましたオープン AI 側はアルトマン氏と理事会とのコミュニケーションがうまくいっていなかったと解任理由を説明しています 今、理事会という言葉が出てきましたがこちらをご覧ください。実はチャット GPT のサービスを,を提供するオープン AI は通常の株式会社とは、えー、違うガバナンス体制をとっています。高度なな AI を企業に支配されてはいけないけ 広く人類のために貢献するという高い理念の下に利益を追求しない NPO としてオープン AI は発足しましたその NPO が持ち株会社を経由する形でサービス提供企業としてオープン AI を支配しているという構図ですこの NPO の意思決定機関がこの理事会でアルトマン氏もそのメンバーの一人だったんですがマイクロソフトからの出資を受けて成長路線を進もうとするアルトマン氏と 企業の創業の理念を強く意識して AI の安全性を重視するこちらも共同創業者の一人であるイリア・サツキ・バーシラ理事会のメンバーと対立したという解説が伝わりましたアルトマン氏の退任を受けて新 CEO が起用されるという報道やマイクロソフトのサティア・ナデラ CEO がアルトマン氏を同社に迎え入れると いう発表があったのですが一気にこの騒動が幕引きに向かったのは実際に生成 AI の開発に携わる社員たちの動きがきっかけでした。えー、20日の朝、 理事会に相対人を求める文書を提出しアルトマン氏を復帰させなければ自分たちも退社してマイクロソフトに移籍すると迫ったのですこの文書に署名したのは770人の従業員のうち約9割に当たる730人ということでしたこの社員たちの反乱を受けて21日には理事会がアルトマン氏の復帰を決めました サツキ・バーシラ・アルトマン氏の解任に関与した理事は退任することになり元アメリカの財務長官・サマーズ氏ら2人を新たな理事に迎える新体制も発表されています元の鞘に収まった感がありますがアルトマン氏の復帰が決まり結果的にオープン AI との連携をさらに進めることができる体制が整ったということでマイクロソフトが今回の騒動の勝者という見方もできそうです ではこの一連の騒動から得られた教訓とは何か、えー、村山圭一本社コメンテーターの解説記事です、えー、雇用や教育など社会経済のあらゆる側面にインパクトを与える ai の取り扱いには高い倫理観や誠実さが求められる、えー 研究や開発の最前線に世界一級の人材をそろえ AI に関する政策や統治の専門家らの理事会が組織全体の運営に目を光らせているはずのオープン AI でさえあるべき経営の姿を具体化できていなかったことが明らかになった信頼に値する AI の似合い手はどうあるべきか不安を生まない開発のスピードとはアルトマン氏は明確に示す必要があるという記事を書いています。 個人的に気になったもう一つの教訓といえるでしょうか日経電子版の記事に専門家がコメントするスイ n クの投稿にありました日本総合研究所の村上さん AI ビジネスの中心にある組織であまりに人間らしい古代かと思うようなドタバタ劇社員9割というのも多すぎてにわかに信じがたいですが多くの人の心を読めていなかったことは驚きです。 画面ばかり見ていないで人の顔を見なさいと、子供に伝える格好のネタになりそうです。子供だけでなく、社内を見渡しても同じように感じる人も多いのではないでしょうか。さてここからは来週のプレビューです。毎年各国が気候変動について話し合う COP が開催されます。 今年は UAE= アラブ首長国連邦のドバイで開催されますが気温上昇を抑えるため2030年までに再生可能エネルギーを今の3倍導入するという取り決めがまとめられる見通しです。日本からは岸田総理が参加する方向で調整されていますがこの取り決めに参加するかどうか注目されます。日日木曜日には 2025年大阪関西万博の開幕からちょうど500日前ということで前売り入場券の販売が始まりますパビリオンの建設遅れなどネガティブな話題も多い万博ですがチケットの販売が始まれば機運が盛り上がっていくのでしょうかさて日経ライブからのお知らせです27日月曜日の午後6時から 来年1月に新しくなるニーサ小学投資非課税制度をどのように活用すればいいのか田村正幸編集員が詳しく解説しますもう一つ29日水曜日の午後6時からは最終案が示された外国人技能実習制度の見直しなど人手不足が慢性化している日本で外国人に生き生きと働いてもらうにはどうすればいいのか 実際に外国人技能実習生を雇用している解体業の経営者や実習生の支援活動に携わるベトナム人留学生を招いて議論します。ぜひご覧ください。今週のレビュープレビューは以上となります。皆様まぜひ良い週末をお過ごしください。